法年院は、京都市佐京区獅子ヶ谷にある単立の寺院。元は、浄土宗であったが独立し、現在は、単立宗教法人である。正式名は、善木山法年に一万無教寺と号する。別称には、元山寺四国法年院がある。現在、寺の一部を定期的に講演会や、コンサートなどを催す場として開放している。寺の起こりは、鎌倉時代に、 法年が弟子たちと共に六次来産業を修した草案に由来するという。江戸時代の遠方8年に、地温院の38世である一万部が法年ゆかりの地に念仏道場を建てることを発願し、門邸の忍武清と共に再興したとされる。元は浄土宗内の独立した一本山であったが、1953年に浄土宗より独立し、単立宗教法人となる。 1984年に就任した玄関寺は31世の梶田直明父親の前関寺橋本峰夫は神戸大学教授を務めた哲学者である。哲学の道近くという立地も関係して、春秋の観光シーズンには大勢の参拝者がある。境内の拝観は無料であり、6時から16時の拝観時間には自由に境内を参観できる。通常は、 本堂等の建物内は非公開である。建物内の有料一般公開が年2回行われる。春の一般公開が4月1日から7日まで、秋の一般公開が11月1日から7日である。その間は大学の古美術部などの学生ガイドが常駐する。陶器や民芸品などの展示即売会などが行われることもあり、その際は栗の建物内に 無料で入ることができるほか、行動は現在は歌詞ギャラリーとなっており、小規模な写真展や絵画展などの各種展覧会が入場無料で開催されることがある。ありがとうございます。